リーガーではあるので、またドイツ行ったりとかっていうと、やはり楽しいサッカーを見せたい、バルセロナ時代からすごくよく見てます。指導者になったきっかけというのは何だろう。そうですね、現役時代に、怪我とかした時に、指導してるコーチの姿を見て、僕も面白いなと思いながら、そういうところが一番最初のきっかけですね。怪我をした時にコーチからこう支えられて、コーチという仕事もいいなと思ったんです。例えばリハビリやりながらその指導しているという姿を見た時に、僕自身も指導者としてやっていきたいなというのが芽生えてきたと思いますね。指導者として強く自分の中にインパクト残した人っていうのは誰になるんですか。そうですね、本当に身近な人というよりも、今マンチェスターシティで監督をやられているグラディオラ監督のそのサッカーを見て、こんなサッカーしてみたいなっていうのがすごく自分の感情の中に湧いてきまして。よく試合は見られるんですか。そうですね、毎試合毎試合大体見てますし、もうバルセロナ時代からすごくよく見てます。どのくらい見てるんですか。リーグの試合とか、チャンピオンズリーグだったりとか、週に1回2回っていうのは必ず見てます、休みの日とか何されてるんですか。オフシーズン、時間がすごく長い日、時間があるとき、若い間にサッカーの試合見に行ったりとか、そういうことはしてますね。お休みの日でも現地に行かれて。そうですね、ちょっと旅行がてらに、イングランドの方に行ってくるとか、ドイツ行ったりとかっていうところに行って、その自分の勉強がてらにやっぱ試合見に行くっていうところはやってますね。試合を見てる間も、だったらこうするのになとかはあるんですか。そういう時もありますけど、基本的にはやはり自分が勉強する場であると思ってますので、こういうことやってるんだとかっていうのを、そういう感じで思ってます。指導する上で、自分の中で譲れないもの、大切にしていることって何ですか。選手としっかりと向き合うということと、あとはもう一つは楽しいサッカーを見せたい、ボールイニシアチブを取ったサッカーを見せたいというところは自分の中ではすごく思っているところですね。そのメンバーたちを引きずり出そうぜっていうような